たちは、これは永遠に繰り返されることのできる演劇の上演の中にいる。永遠は誰しもそのごく一端しか経験できないけれども、永遠というものはそのごく一端を経験しただけで、それを経験したことになる。面白い。いや、面白かった。テキストに、目を通してもらって、おそらく、覚えづらそうと、大変そんな感じだなって、思われたんじゃないかと、思いますが、これを成立させられたらすごいいいなと、思ってます。ここにやってくるという決断を私たち一人一人としたその時、全然躊躇しないでその決断をして、それで私はここに来て今ここにいるという、そういう人は、ここにやってくるという決断を私たち一人一人がしたその時、全然躊躇しないで決断を、しっかりしたテキストセリフを伝えられて、それを舞台上できちんと話すというのではなく、それをこう誰かに話している、観客に話している、で、その観客が聞いてくれてないと、なんか、観客に寄りかかるように話すから、観客が聞いてくれてないと、その寄りかかってる壁が外れちゃうような感じになるから倒れちゃう、そういうような感じで話すっていうの、意味わかりますか？わからないです。わかんない。はい。了解です。でも、大丈夫です。じゃあ、とりあえず読んでみましょうか。これ1番。お願いします。ここにやってくるという決断を、私たち一人一人がした。その時全然躊躇しないでその決断をして、それで私は今ここに、更衣室が向こうにあるので、そこで着替えるように、それで着替えて脱いだ方の服は処分するようにという指示だった。そして着替えて脱いだ方のその今の服は脱いで向こうで着替えますの、向こうはどこですか？はい、じゃあもう一回最初からお願いします。あ、そういうことか。そこからそのままじゃなくてもいいんですけど、例えば相手役の方を向きってことです。向く前に今の客の方を見るってことをやってからいろいろ分かってもらえたと思います。だから演劇っぽく前を見たり、あと今みたいになんかセリフ言いながら前に出てくるとか、そういうのがすごく面白いんですよ、これ。下では見たくないかもしれないけどそんな芝居を上で見るのはすごい面白いんですよ、うんうん、私は永遠が怖い、気持ち悪い。永遠を必要以上に怖がるのは、あまりにもそのイメージを膨らませすぎているのがきっと原因だよ。そんな風に永遠をイメージする必要はないよ。だって現にここにあるわけだから、永遠が。私はここを離脱したい。なんすかね、こういう動きが、上から見てると、まあ、単純に面白いわけ。そうそう、うん、そう、とにかくこうやって見られてるので、こうじゃないから、うん、それはだいぶ黒が沈みすぎに感じる。
2番。はい、OK。3番。OK。単純に意味合い的に床があった方がいい。で、多分下げるとしたら、多分3センチぐらい下がるので、まあ、ちょっと見づらくなるよっていう。多分大丈夫です。じゃあ池田さん、それゲージ今来るですか？来るです。ちょっと50にしてください。これはさ、端っこが箱物がたくさん入ってるからかな。あ、それちょっと、もうちょっとあのはっきりでいいです。行きましょう。うん、この順番は大丈夫です。はい、いかだ。でも参考にはなる。心配。なんかこのちょっと微妙に微妙にちょっとなんか。そのくらいはここと私たちが今ちょっと弱い気がします。はい、それ以外はすごくなんていうのかな、いいと思うんですけど。はい、うん、もう一回お願いします。そしたら、でも その螺旋階段のゴールがあった。そこにたどり着いた。そしてここにたどり着いた。はい、という、はい、いろいろ分かったのではないでしょうか。どうでしたか。じゃあ4やりましょう。そしたらですね、すいません、今のこの明かりの状態って、上演形態なんですね。で、ブリッジが動くので一旦申し訳ないんですけれども、新スタッフの人も全員含めてここから後ろに、ラクちゃん呼んでる。上にいた時はこういう今着ているようなのとは全然違う服を各自が着ていた。その服は着替えて向こうの所定の場所で処分する。そうです、そうです、みたいな、はい、感じですね。そうすると端っこの方の人とか、はい、もうちょっと、はい、ここから矢野さん、はい、あのちょっと見えなすぎてもったいないので、はい、はい、そうですね、そうですね、はい、立ち位置だけなんですけど、あ、いいと思いますよ、いいと思いますよ、そのぐらいの、はい、あ、じゃあすいません、矢野さんのセリフからもう一回お願いします。その私たち、その私たちって言葉を使うことの気持ち悪さっていうのは割とこの作品にとって重要で、私たちっていうふうになんかそうやってまるっと言えちゃって、なんかこの人たちみんな OK なんだみたいなのがこの舞台上にあるといいなと思うんですよ。でそのためにもなんか善を取り込み、取り込まれる人も素直、なんか別に嫌じゃないっぽくてみたいな、そのうん、私たちって言葉が あの使われ方っていうのがここの世界で成立している、
上の人たちからうつむきがち、しめがちな人間、陰気な人間だと思われていた。でもそもそも私たちのことを覚えている上の人なんていないかもしれない。なんとなくいずれ上の世界に対して一撃を加えてやるというのが暗黙の共通の目的として以前はあった。それを果たせないでここでくすぶっているということであれば、それは私たちの精神にとっていいことではないけれども、私は上にいた時も演劇をしていた。どんな演劇を？どんなというのは内容、テーマ、形式、スタイルのこと。どっちでもいいけど、どっちもあるならどっちも、どっちからでも。内容は上にいた時には問題だと思われていたようなことを問題にして扱っていた。それ以上の具体的なことはここでは言わない。言うとそのことがこの演劇の中で永遠になってしまうから。形式は今やっているこれと同じような普通の演劇。でもこの演劇と大きく違うのは、その時の演劇は演じたら一瞬で消えてしまう儚い演劇だったこと。でも私たちはその時はその儚さにむしろ積極的な価値があるんだって思っていた。その儚さの中に永遠があるみたいな。